今日もやっていきたいと思います。はい、B 枚のクッキーを1人4人ずつ A 人に配ったらちょうど全部なくなりましたと言ってますね。もともとあちょっと細いですね、ごめんなさいね。はい、もともと B 枚あると、もともと B 枚あって、それを1人4枚ずつ A 人に配りました。 A 人に4枚ずつ配ったんで、配ったクッキーの枚数は 4A 枚ということになりますよね。はい、でちょうどなくなったと言っているので、つまりはもともとあった B 枚のクッキーと配った 4A 枚、配ったクッキーは同じ量だということで、等式のイコールで結びつけましょうという話です。 B イコール 4A というのが答えとなっております。次いきます。家からある場所へ行くために40分バスに乗って、その後 X 分歩くと合わせて Y 分かかりましたと言ってますね。結局家からある場所へ行くためにかかった時間というもので式を作ればいいので、合計ですね Y 分かかりましたと言ってます。じゃあその内訳は、最初40分バスに乗ってましたと、バスに乗ってる時間ね、その後は歩いた時間ですね、この2つを足して合計の Y 分になりましたと言っていますので、 Y イコール40プラス X という答えになります。はい、続きましていきます。20メートルのリボンから3メートルのリボンを A 本切り取ると、残りは B メートルになりましたと。はい、図を書いてみるとね、もともと20メートルの、リボンがありまして、そこからですね3メートルのね、これぐらいのね長さの3メートルのリボンを A 本切り取りましたと言ってるんで、まあ、これで切り取ったっていうのが引けばいいよね、引くということなんで 20-3A ですね。はい、20メートルから 3A メートルのリボンを引きましたと。それは余りを表していますので、余りは B メートルイコール B ということになります。はい、次いきます。ある日の遊園地の入場者数は、前の日の入場者数 X 人よりも 10% 増えて Y 人になりましたと言ってます。はい、ある日の遊園地の入場者数は、まあ、Y 人ですと言ってるね。はい、でこの Y 人というのは、前の日の入場者数である X 人よりも 10% 増えてると言ってます。はい、10% 増えるということは、もともと 100% であるわけですから、 100% から 10% 増えて 110% になっているということで、これを、まあ、いつもの通り倍数ですね、小数点の倍数で表すとですね、 110% というのは 1.1 倍です。 1.10 倍、まあ 1.1 倍でいいですよということなんで、これをかけたらいいということですよね。はい、前の日の X 人よりも 1.1 倍、 110% ということですね。はい、なので答えは Y イコール 1.1X という答えになりますが、もちろん、これは100分率なんで、100分の110をかけてもいいですし、答えの通り10分の11というものを X の前にかけても変わりません。はい、なのでこの2つでも答えです。どちらでもいいです。お好きな方を選んでください。次2番いきましょう。はい、次の数量の関係を不等式で表しなさい。不等式って覚えてますか？不等式ってのはこういう形ですね。でかい方が、まあ、口を向けると、でかい方に口を向けるということですね。はい、時速 A km で2時間歩きましたと。はい、時速 A km で2時間歩くと、歩いた道のりは B km になりましたと言ってます。はい、道のりですね、もう何回も書きますけど、道のりというのは時間かける速さでしたよね。はい、時間かける速さです。今回は、時間は2時間と言ってますので2、速さは時速 A km って言ってますので A です。まあ、A km ってことですね。はい、そうだね、これ大丈夫か今。これエラー出てないですよね。大丈夫ですか？ちょっと。
大丈夫やんね、大丈夫やんね、大丈夫やんね、はい、ごめんなさい、はい、まあ時間が2時間ですね、はい、でここでちょっと覚えてほしいのは、まあ時間なんで時速じゃないとダメですよ。これは今回時速で、まあ時間も時間ということになってるんで、そのままかければいいんですけど、もしここが分速とかになっていたら、この時間もかける時間も分にならないといけません。はい、分速っていうか分をかけないといけないと。分速には分をかけてください、時速には時間をかけてください、秒速には秒をかけてください。そうしないと計算できません。はい、意味のわからん値が出てきますんでね。はい、ということで、今回の道のりっていうのは、まあ、B って言ってますから、B は2時間かける A の 2A ってことですね。はい、で今回は B キロメートル以上ということ言ってますので、要するに歩いた距離の方が B キロメートルより上ですよと言ってますので、こっち側に不等号を向けましょう。で以上の E が入ってるので、またイコールをつけましょう。前見た人分かりますよね。はい、B 小なりイコール 2A っていうのが答えです。もちろん、2A 大なりイコール B でも構いません。はい、じゃあ次行きましょうか。はい、1本80円の鉛筆 X 本と1本90円のボールペン Y 本を買って1000円札を出すとお釣りがもらえましたと言っています。お釣りが返ってきたということは、払った代金よりもその出したお金の方が大きかったということですよね。はい、まずじゃあ代金を出してみましょう。はい、代金は80円の鉛筆 X 本ですから 80X 円です。で1本90円のボールペンは Y 本ですから 90Y 円という代金になります。この2つを買ってるので、まあ合わせた金額を、まあ、払うというわけなんですけど、その時にお釣りがもらえたと、1000円を出してお釣りがもらえたと言ってますので、1000円の方が多いんだなということはわかると思います。はい、なので1000円の方が大きい、こちらにこの1000円の方に口を向けてください。 80X プラス 90Y 小なり1000ということになるんですが、これ今回イコールつけないんですかと、まあ思うと思うんですよね。で例えばじゃあイコールつけるってことは 80X プラス 90Y が1000になることもあり得るよっていうことを言ってるんですよ。ぴったり1000円であることも許しちゃってるわけ。そしたらお釣りはちょうど0円の場合はもらえないですよね。はい、必ずお釣りがもらえたという、こういう条件で作ってますので、イコールはつけちゃダメです。覚えておいてくださいね。次行きましょうか。ある数 X の2倍に Y を足すと X の5倍よりも大きくなる。そのまま行きましょう。どんどんスピードアップしますからね。ある数 X の2倍ですから 2X、 それに Y を足すと言ってますので Y を足しましょうと。足すとX の5倍である 5X よりも大きくなる。こいつよりも大きになって、そのままですね。はい、めちゃくちゃ簡単です。次行きましょう。A 円の商品を定価の 30% 引きって言ってますね。 30% 引きってことは 100% から 30% を引いた 70% の値段だよって言ってます。はい、70% の値段ということを言ってるんで、 0.7 倍ですよね。また倍数にすると、はい、なのでこの 100% で A 円なんで、まあ 70% だったらこの2つをかけた 0.7A 円になるということです。はい、で 30% 引きで買った、つまり 0.7A 円で買ったら代金は2000円以下になったということを言ってますので、30% 引きになった 0.7 円は2000円以下ということですから、2000円の方が大きいということですね。で、E ってついてますので、またイコールをつけてくださいということです。はい、もちろんこの 0.7 っていうのは10分の7でもいいですし、100分の70でも OK です。はい、どちらでもいいです。次いきます。ある科学館の入館料は大人 A 円、子供 B 円である。この時次の等式や不等式はどのような関係を表しているか答えなさい。これは言葉で書く、
問題なんですよ。今までは言葉っていう文字っていうの、あ、言葉ですね、文章を数式に直してましたけども、逆に数式を見てから文章を書くと、そういう逆の問題ですね。はい。で、今回大人の1人当たりの入館料ですから、ここはまあ大人1人の入館料ですね。で、これ 3B なんで、 B は子供1人分の入館料ですから、子供3人ということです。子供3人ね。で、これ足してますから、大人1人子供3人の入館料の合計、これが2200円だということを言ってますので、そのまま書きましょう。大人1人と子供3人の入館料ね、入館料の合計ですね、合計は、2200円ですであるやなって書いてください。じゃあ次2番いきます。 2A、 まあ分かりますね、大人2人 2B、 はい、子供2人ですね。はい、この2つ足してますから合計です。この合計が2000円よりも大きいと言っていますので、大人2人子供2人を合わせた入館料の合計は2000円よりも高いということを言っています。はい、なので書くと、大人2人と子供2人の入館料の合計は2000円、これ2000円よりですからね、これよりって思ってね、これイコールがついてないのはよりね。で、イコールがついてたら、まあ、以上とか、いいが入ります。以上か、いいか。はい。2000円より多いと。はい。2000円を超えるでもいいけどね。2000円より多いでもいいですよ。はい。多い。はい。ということになります。はい。はい。A 歳の兄よりも3歳年下の弟は B 歳であると言っています。はい。A 歳の兄よりも3歳年下、つまり3を引いたら B になるということですから、 A-3 は B ということで、 A-3 は B ということになります。はい、じゃあ次行きましょうか。300ページの本を1日10ページずつ X 日読んだら残りが Y ページになりましたと言っています。300ページ、最初に300ページがあって、それを1日10ページずつ、X 日読むということですから、1日10ページ、それが X 日読んでいるということで、10×X の 10X ページ読んだということになります。もともと300ページありますから、300から読んだページを引いたら残りのページになりますよね。これが、この残りがですね、Y ページになったと言っていますので、答えは、300-10x=y という答えになります。はい、続きまして3番、 600m の道のりを A 分で歩いた時の平均の速さは分速 B メートルであると言っています。これも見恥木恥の法則を思い出してください。速度、まあ速さですね。はい、速さに直しておきますか。速さイコール道のり、まあ距離ですね、どちらでもいいんですけども、道のり割る時間というふうに表されました。速さは今回 B メートルだと言っています。そして道のりは今回600メートル、そして歩いた時間は A 分と言ってますので、この2つで、まあ、600割る A 分で、まあ、分速である B メートルが出てくるということですから、答えは B イコール600割る A ということになります。ただ、この文字を含む割り算は分数にするというふうに、表示の仕方が決まってますので、 B イコール A 分の600っていうふうに書きましょう。はい、1本 A 円のボールペンを4本と700円の筆箱を買った時の代金の合計は B 円だったと言っていますので、まず A 円のボールペン4本と言ってますので 4A 円ですね。はい、700円の筆箱は1個ですからプラス700と、これでまあ1本 A 円のボールペン4本と700円の筆箱1個の代金の合計になるはずなんで、それが今回 B 円と言ってます。だからイコール B ということです。はい、
答えは 4a プラス700イコール b。 はい、まあ基本的には逆でもすべこべ今の段階では言われませんから、はい、どっちでも大丈夫です。次いきます。次の数量の関係を不等式で表しなさい。 x メートルの紐から4メートル切り取ると y メートル以上残った。これは簡単ですね。 x メートルの紐から4メートル切り取る、つまり4を引けばいいと、もともとの x メートルからね。そうすると残りになりますから、その残りは y メートル以上と言っています。 y メートルよりも大きいと、いという言葉が入っているのでイコールをつけましょう。なので答えは x-4 大なりイコール y ということです。2番いきます。1個 A 円の筆箱1個と1本 B 円のシャープペンを3本買うと代金は1500円を超えた。これも簡単ですね。1個 A 円の筆箱1個です。で、1本 B 円のシャープペンを3本ですから 3B 円ということになります。これを2つ買うと代金の合計は1500円を超えたと言っています。ぴったり1500円というふうには言ってませんので、これは大なりイコールいらないですね。1500円を超えたと言ってますから1500円より大きいということで、こういう形になります。はい、次いきます。 A 枚の紙を1人3枚ずつ B 人に配ると余りは2枚以下になりました。もともと A 枚の紙がありまして、そこから1人3枚ずつ B 人に配ってます。つまり配った枚数は3枚かけるの B の 3B 枚です。はい、3B 枚配っているので、もともとあった A 枚から 3B 枚配った枚数を引くと余りになりますよね。その余りが2枚以下になったと言ってます。つまり2より少ないということを言ってますので、まあ、2の方が大きいと。で、今回もイが入っているのでイコールをつけましょう。 A-3B 小なりイコール2というのが答えとなります。次いきます。XKM の道のりを自転車に乗って時速 10km で走った時、かかった時間は1時間未満だったと言ってます。はい、これはまあ時間を表しているので、まあ、どれでもいいんですけどね。時間イコール道のり割る速さでしたね。道のり割る速さでした。今回時間は1時間未満だって言ってますね。未満だと、まあ、とりあえずまあ不等号は、等号不等号はちょっと気にせず、時間と道のりの速さっていうところだけちょっと埋めていきましょう。時間は今回1で、道のりが XKM だから XKM で、速さは時速 10km です。はい、キロメートルという単位も合ってるし、こっちもね1時間で、こっちも時速ですからね。速さ時速、これも時速ですから、ちゃんと合ってるな、単位が合ってるなって確認してから計算してくださいね。なので1と、割る x 割る10ですから10分の x ということがわかります。上に書いておきます。 x 割る10は10分の x、 これは時間を表しています。はい、何の時間かといったら xkm の道のりを時速 10km で走った時の時間、それにかかる時間を表しています。その時間は1時間未満だったと言っています。未満です。1時間より少ないということを言ってますので、1時間のが大きいということです。1時間未満、未満というのはよりとかそういう、まあ、イコールがつかないパターンです。はい、未満とかよりですね。はい、より少ないとか未満という言葉があったら、イコールはつけないね、覚えときましょうね。はい、じゃあ3番いきたいと思います。教室には X 枚の紙があり、 Y 人の生徒がいます。生徒に紙を配ることを考えたとき、次の等式や不等式はどのような関係を表しているか答えなさい。はい、1番 X イコール 2Y プラス8ということですね。この X というのは教室にある X 枚の紙、教室にある紙の枚数ですね。 X というのはで、この Y というのは生徒の人数ですね。
はい。で、2y プラス8ということを言っています。はい。この 2y というのはどういうことなんでしょうね。生徒の数に2倍をしています。で、今回生徒に紙を配ることを考えているので、これはどうやら生徒1人に2枚の紙を配った枚数を表しているんですよね。はい。1人2枚を y 人に配ってますから、配った枚数は2222って配ってるわけです。だから配った枚数は 2y 枚ということなんですね。はい。これは配った枚数です。はい。配った枚数に8を足したら、もともと教室にあった x 枚になるということを言ってるということは、生徒1人に2枚ずつ配ったら、8枚余ったということなんですよね、これは。これ余りを表してます。いいですかね。はい。ちょっと横に書くんですけど、はい。そうですね。今言った通り、生徒1人に2枚ずつ、紙を配ると。紙を配ると8枚余ると。枚ってか8枚余ったと。という言葉で正解です。次行きましょうか。x 小なり 3y ということ言ってますね。この x というのはさっきも言った通り、教室にある元々の紙です。教室にある元々の紙は 3y ですから、生徒1人に3枚配ると足りないということ言ってるんですね。配った枚数である3倍の方が大きいということを言ってますので、はい、足りないということになるんです。なので、生徒1人に3枚ずつ紙を配ると、元々のあった枚数より配る枚数の方が多くなるので、足りないということですね。はい。こういうことになります。ここまで大丈夫ですかね。行きましょうか。10メートルのリボンから A メートル切り取ると余りは B メートルになった。もうそのままですよ。10メートルから A メートル切り取ってんだから引けばいいってことです。だから B です。それは余りなのでね。はい。次行きます。ある数 A の9倍である、まあ要するに 9A ですよね。から8を引いた数だから8を引けばいいと。その数は A の5倍になるってことで 5A です。1個 10kg の米袋が X 袋ある時の重さは Y kg であると言ってます。1個 10kg の米袋が X 袋だから 10xkg あるってことですよね。10が X 個あるんだからね。その重さは Y だって言ってるんで 10x イコール Y って言ってます。はい、びっくりした。これ涙袋に見えた。今知ってる涙袋。涙袋ってね、これ目あるじゃないですか。目やってここの下にできるクマのようなものなんです絵が下手すぎる。これ涙袋って言うんですが、これは女性には今必須だと私思ってます。まあ男性にも必須なんですけどね。これをねわざわざ作るためになんかマッサージをしていたりとか、なんかシールみたいな、なんかこういうなんかシールみたいなのを目にこうやって食い込ませて跡をつけようとしてる人もいるみたいですね。まあ、どうでもいいんですけどね。はい、涙袋があるかないかっていうのはかなり見た目に影響します。どうでもいい話。はい、いきます。家から、分速 80m で X 分歩き、その後分速 100m で Y 分歩くと家から 2.5km 離れた公園に着きましたと言ってます。はい、これもね、家から分速 80m で X 分歩きって言ってますから、歩いた距離は速さかける時間なので 80xm ということになりますよね。でその後分速で 100m で Y 分、分速 100m で Y 分歩いてるので、歩いた距離は 100×Y の 100y m ということになりますよね。はい、です歩くと、まあ、合計距離は、家から 2.5km 離れた公園に着いたと言っていますので、はい、80x プラス 100y イコール 2.5 じゃダメなんですよ。わかります？ここにさっき僕が単位を つけてたのは、そういうところで間違えないようにするためなんです。これはキロメートルですよね。
だからこっちをメートルに直さないといけませんから、2500というのが答えです。いいですか。あるイベントの今年の参加者の人数は X 人で、去年の参加者の人数の Y 人の半分未満だったと言ってます。はい、整理しますと、今年の参加者 X 人ですよ、で、去年は Y 人ですよって言ってますよね。はい、大丈夫ですか。去年は Y 人です。で、去年の参加者の Y 人の半分未満が今年の参加者である X 人だと言っています。半分です。はい、半分の場合、つまり 50% ということで 0.5 をかけるのもよし、分数にして2分の1をかけるのもよしです。はい、僕は2分の1をかけるのが半分の時は好きなんで2分の 1y にします。これで、y の半分という意味になります。2分の 1y 未満だったと言ってますから、半分未満と言ってますから、 x 人はその半分にした数より少ないということですから、答えは x 小なり2分の 1y という答えになりますと。はい、次いきます。1個 a 円のリンゴ3個、1個 a 円のリンゴ3個は 3a 円ですね。はい、と1個 b 円のみかん4個は 4b 円です。はい、買おうとしたんだけども手持ちの500円で買えなかったということで、500円より高かったということですよね、この2つの代金が。はい、この2つの代金の合計 3A プラス 4B は手持ちの500円より高いということで大なりがつきます。はい、ということですね。ふう、あとね5分ぐらいで終わるから頑張れ頑張れ。はい、X 個の飴を8人の子供に Y 個ずつ分けたら5個以上余りましたと言ってます。はい、X 個ずつ8人に分けたので配った飴の個数は 8X 個ということになりますね。あ、間違えた、忘れて、ごめんなさい、忘れてください。X 個の飴はもともとあった飴の個数ですね。で、8人の子供に Y 個ずつ分けてますから、Y 個って8人に分けてるので、8Y 個配ってるということですよね。余ったって言ってますから、余りはもともとあった X 個から配った8Y を引いた数ですね。はい。そしたら、5個以上余りましたと言ってますね。5より余ったと言っています。イがついてますのでイコールをつけて x-8y 大なりイコール5ということになります。あともうちょっと頑張れ。ある数 a の9倍である 9a ねから8を引いた数は、a の5倍以下になる。 a の5倍、 5a 以下だからね、こっちの方がでかいんだよね。 5a の方がでかいってことですからね。こういうのはどっちが小さいというよりどっちがでかいんだっていう言葉に頭で変換してから使うと間違いにくいと思います。なので 9a-8 は 5a 以下ということで、 5a の方がでかいということになります。はい、たまに混乱しちゃうよね。はい、で今回これが最初のタイトルっていうか表示してた問題なんですよね。はい、覚えてますかね。これが最後の問題ということになります。ある水族館の入館料は大人 A 円、子供 B 円である。この時次の等式や不等式はどのような関係を表しているか答えなさいと言っています。はい、この A っていうのは大人の料金です。さっき似てるね、さっきの問題の大人1人の料金で、 B っていうのは子供1人の料金です。ということ言ってますね。大人1人の料金から子供1人の料金を引いてます。それが800円ということですから、要するに差ですね。はい、大人の入館料と子供の入館料の差を表していますので、答えは大人の入館料と、子供の入館料の、差ですね、引き算した差ですね、差は800円であるってこと。はい、で次、これが最後の問題です。はい、皆さんもう分かりますかね。
今日の授業しっかり聞いてたらこれがわかると思います。はい、じゃあ早速答えを言っていきたいと思います。これは 2A ということで大人2人分の料金を表しています。次この 3B というのは子供3人分の料金を表しています。わかりますよね。それが5000より少ないということを言っていますので、つまり大人2人の料金と子供3人の料金の合計は5000円未満ということです。はい、最後書きましょうか。大人2人の、まあ大人2人とでいいかな、大人2人と、子供、漢字間違った、子供、3人の入館料の合計ですね。入館料の合計は5000円より小さいから5000円未満。今回はイコールがついてなかったからね。だから未満です。より少ないでもいいですけどね。まあ、より少ない。である。っていうのが答えです。